労働学校は、労働者の自覚や知識の向上のために、労働者の自発性によって設立された労働者のための教育機関である。19世紀初めのイギリスの機械高校講習所等が、先駆をなす。19世紀のイギリスには、エンゲルスの言うたくさんの社会主義に対応する、様々な種類の労働者の学習活動が存在しており、一方で、成人学校運動や、 大学拡張運動が繰り広げられていた。1899年オックスフォードに設立されたラスキンカレッジは、労働運動や共同組合の援助によった新しい形態の労働者教育機関であった。他に、アメリカ合衆国のランドスクールなど、20世紀初め以来労働組合により、各国に設立されていった。日本でも労働者教育は労働運動。 社会主義運動の発展とともに始まった。1911年、鈴木文治が東京三田のユニテリアン協会で月1回通俗学術講習会を開催したが、翌年その長講者を中心に組織された UI 会東京連合会が1920年11月、東京労働講習所を設立。この時期には、 こうしたキリスト教系の労働学校が設立された。一方で、一般労働者に対する補修、労働教育から離れ、希望者には産業や社会の見識をさらに深めるとした大学拡張思想を掲げた労働学校等も設立された。1919年10月、栗の谷倉が大日本労働者教育会を設立、名詞による講演会が催され、 続いて1920年に日本労働よる学校、1921年には中央労働学院が東京市小石川区に開校された。また吉野作造を理事とする労働者教育協会は日本労働学校を市枠に開校。翌1922年には香川と彦ひこ視線を越えての印税で大阪労働学校が開設された。 これらの学校はその背景にあった、労働運動への弾圧や停滞により消滅していった。1921年の月島労働講習所の主意書にもあるように、労働学校は労働者自身の経験や問題意識に立って解説され、これに知識人が協力するという方式をとることが多かった。例えば、生科学者で日本最初の無産政党からの大議士になった。 山本信春は、選挙以前に1923年、大阪労働学校を講師、1924年、京都労働学校校長を務めていた。戦後日本では、労働組合や知識人の協力の下で各地に労働学校が作られ運営されている。例えば、京都労働学校は、京都市の委託を受けて、社団法人京都勤労者学園が設置、運営する。 各種学校で2011年度は春季、秋季の2回にわたり中国語、日本史、書道、マイクロソフトエクセルなどの講座を開設している。ありがとうございます。